始まったかな。はい、始まってると思います。かな、来ました、来てないですか。来ない、うん、あれ来てない、あ、来たって書いてる。本当、あ、来た。はい、ということで今日も水曜日ね、またやってきましたけれども、今日も立原べしゃり始めようかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ何話しましょうかねえ。今週は立原さん何か終わりになりましたでしょうか。今週はね、ひたすらこのなんだろう、あれを編んでたから。おお、あ、それ何にも、うん、へえ、できたんですか。できたよ。それどれぐらいで作ったんですか。およそ1週間ぐらいかな。え、1週間で作れるんだ。作れるよ、あの800メートルだから。え、800メートル、うん、っていうのは800メートルの毛糸でやるってことですか。そうそうそう、うん、え、な、え、あの一巻き大体どれぐらいあるんですか。だから一巻きが、うん、これ大きいサイズのコージートーズっていうやつなので、うん、800メートルの巻きなのね、うん、で、うん、68センチの160センチで仕上がったの。毛糸一巻きでどれぐらいあるんですか。どれくらいっていうと、ま、丸っこい玉のやつでしょ、毛糸のやつ。そうそうそう、あれ一本でどれぐらいなんですか、何メートル。800メートル。え、1本で800メートル？そう。毛糸の丸いこのぐるぐるになってるやつですよ。そうそうそう。あれ、あれ、な、本当かな。あれ多分なんか、多分私が喋ってる内容と立原さんが認識してる内容が違う気がするな。ほら後ろにあったじゃないですか。うん、あの毛糸の玉がね。はいはい。あれ1本どれぐらいするんですか。800メートル。あれは245メートル。1本が？ってことはそれが4本分ってことですね。だね。へえ、あ、そうなんですね。うん。あれそんな200メートルもあるんですね、あれね。245メートルとか、うん、結構あるんだよ。でもう一つ私がよく編んでるやつは700メートルあるの。うん。それで一つの作品大きいのを一本でできるから便利なのよ。あ、そうなんですね。うん。これコメントでも80メートルじゃなくてっていう人もいますね。違う違う違う、80メートルなんてそんな短いの使わないよ。短い、あ、80メートル短いんだ。うん、そうなんですね。そう、うん、はい、まあそれをやってたと、作ってたってことなんですね。ひたすらやってたね。え、それあの幅はどれぐらいあるんですか。幅が68センチ。 68？ うん、横が、横がね、縦は、横の縦が160。え、縦が160？うん、ほー、え、それもうなんかちょっとした毛布的にもなりそうな感じ。あ、そうそうそう、 そんな雰囲気ですよね。ブランケットって言って毛布にもなるし、こうやって肩にかけて大判のショールにもなるし。うん、うん、それ販売されるんですか。これは私自分のものを作ったの。そうなんですか。そうで、これかけて寝ると、うん、すっごいあったかいの。いや、そうでしょうね。うん、軽いし、うん、あのモヘアなので、モヘアでもチクチクしないタイプなので、うん、昨日これ出来上がってかけて寝たら肩がすごくあったかくて、うん、あ、いいですね。そう、うん、軽い方がいいじゃない、やっぱり。まあまあそうですね。うん、だから立原さんごめんなさい、すごい気になること聞いていいですか。うん、その何でしたっけ、ショールじゃなくて何て言うんでしたっけ、それブランケット。ブランケットの下は半袖でしょ。うん、半袖。これ長袖着た方がもっと暖かくなれないですか。いや、長袖は嫌なのよ、うん、ここが嫌なの、こう塞がってるのが。それが、え、冬でも立原さん半袖でしたっけ。いつも半袖でしょうよ。あれ冬半袖でしたっけ。そう、ただみっともないから長袖 着なさいって言われて着るけど、うん、あ、一応着ているんでしたっけ。一応たまにね、うん、長袖着るんだけど、このあたりがね、こう開いてないと嫌なのよ。へー、
なんかもやっとして。心霊スポット行ってる時ってどうでした？あれ半袖でしたっけ？なんか半袖なのよ実は。あ、上脱いでないんでしたっけ？上脱いでないよ。あ、え、飯食ってる時もそうでしたっけ？うん。あ、全然気づいてなかった。それだからか。気づいてないでしょ。あのコートは脱ぐけど、ジャンパーは脱ぐけど、一応外歩く時は恥ずかしいから買えないみたいに貧相に見えるから上着てけって言われるの。ああ、なるほどね。で薄いのを着てんのよ、うん、だけど年がら年中半袖だから服はねほぼ半袖しかないのよ。ああ、まあでもいいですねそれだとね。そう、うん、まあ羽織ればいいだけですもんね。そう、ただ羽織ればいいし、うん、暑ければちょっとこう間開ければいいし、うん、どうにでもなるし、はい、まあまあそんな感じで作られたのを今羽織ってると、うん、でそうそうそうね、ブランケットね、うん、これは販売はされないんですか？これは私自分で自分用に作ったの、ね、だけ。それ、うん、それ以外のは今、うん、2作品は仕上がってんだけど、へえ、今3作品を作ってる。はい、ということなんですね。まあそれを作ってらっしゃったと今週は、うん、そう、ずっとおとなしくね、うん、UFO キャッチャーも1回ぐらいしか行かないで、うん、うん、ちょっとねおとなしかった。おとなしいですね、うん、え、 UFO キャッチャー1回行ってるんですね。あ、まあ行ったかな1回行ってるんですね。毎日じゃないですね。1日は行かない、1回だけ行ったかな、うん、そう、1日しか行ってないっていうのはおとなしいってことですよ、十分ね。おとなしいよ、うん、はい。そして今口にしているそれは一体何を飲んでるんでしょうか？これはね、紀州の梅っていうちょっと変わってるやつなの。ちょっと見せてもらっていいですか、うん、ワンシーズン夏ぐらいに集中して出されるんだけど、うん、お酒みたいです ね、 ね、うん、紀州の 梅、 メーカーどこですか、うん、これ伊藤園じゃなかったかな。あ、伊藤園が作ってる。うん、へえ、それもまた珍しいですね。珍しいのよこれ、なかなか売ってなくて、夏になると出てくんだけど、うん、いろんなこうメーカーさんが何種類かあるんだけど、このやつが一番おいしいので、うん、買い占めてくんの買い占めて、へえ、まあ見かけたらね、うん、私も買ってみようかなと思います。うん、ほらね、やっぱり皆さん書いてますよ、チューハイって、うん、違う違う違う、アルコールじゃない、私お酒飲めないから。紀州の梅自販機でたまに置いてますねってコメントもありますね。そうそう、たまに見かけるのよ。へえ、うん、そうなんですね。そう、うん、そうすると6本とか8本とかガチャコンガチャコン買ってきて、うん、買い占めて、でこうなしっていうのが出ると、けっ6本かよって言いながらねあ、6本しか買えなかった場合ね。そうそうそう、なるほど、へえ、うん、はい。ということで今日はもう他には何もないですか？始めますか？どうぞ。あら、始めちゃいますか、じゃあ今日はね、うん、さあということで今日もね、皆さんの質問いろいろ立原さんにねぶつけてみようかなと思いますよ。あ、コメントも来ましたよ、質問。立原さんは温かいものは飲まないんでしょうか？私は一日中コーヒーとか紅茶は飲んでるよ。紅茶とかね、もう昔からおっしゃってますよね、そのコーヒー、うん、紅茶ね、そうの話はね、うん、うん、はい、いいかな、ざっくり大丈夫かな、うん、どれ行こうかな。ああ、もう先にも来てたんだな。霊視モードに入るときって見方を変えるのですか？霊視モードに入らなくても見えちゃうんですか？お願いいたしますという質問来てますね。あえて入れるときは見方変えるよ。あの、見えなくするっていうのもあるんですよね、確かね。ん？スイッチ入らないと見えないっていうのもあるんでしたっけ？あれ？違いましたっけ？スイッチ入らないと見えないの意味がよくわかんないけど、いつもわーっとこう見えてると疲れるから、うん、人混みではスイッチ切ってるとかっていう話なかったでしたっけ？ああ、あの普段の生活の中で、ちょっと待ってね。あ、いいですよ。電気がついてんの、これ消えてんの、どっちあ、ついてるついてる。え、何ですか電気っていうのは？どこの電気ですかあのコンセント。ああ、 PC？ うん、大丈夫ですか？あ、大丈夫大丈夫、うん、はいはいはいあれ、ちょっと待って、あれ
あれ止まる、また、あら止まっちゃった冗談でしょはい、ということで、タチャラさんの方の PC 電源がどうもね切れちゃったっぽいのでこのままつなぎますいいかな、はい、仕方ないな、戻るまでお待ちください多分これ戻らないよな、きっと多分 PC 落ちたんだろうな。タチャラさんなんでいつも気づかないんだろうないつもだいたい初めてから気づくんですよね。あ、そっか、その時には不調がないから気づかないのかな。はい、ということでしばらくお待ちください。ハプニングとか書いてますね。画面止まってますね。あの止まってるというよりはこのタチャラさんの方が PC 落ちちゃってるのでね、今PC 落ちちゃってるので仕方ないですね。はい、お待ちください。さあ何の話しましょうかね。寒いですね、そろそろね、もう12月入りますよね何の話しようかな。つなぐって言ってもそんなにつなぐほどの話はないんだよな。まあちょっとねネタだと思うんですけど、これ読んどきましょうか。PS5 購入して3日に壊れた。その後外付け SSD 壊れた。PP 言ってるけどこれはあれだよね繋がってないよね。はい、買うもの壊れる、何かついてるですか、質問。なんか PS5 いろいろ壊れるって話耳にしてますねいやそもそもおかしいよね、発売されたばっかりなのにゲームやってると壊れるってねすげえなって思って見てますけどもね。ちなみに私は PS5 は購入してません。なぜなら言うほどやりたいゲームが出てないからですね。あ、来たかな。はい、取れるかな。どうですか、戻りましたか。あ、マイク、マイク、タチラさん、マイクマイク、マイク、つながってないです。ダメですね。 OK だったら OK って言いますよ。多分ね、あの接続です、接続、接続、もう一回刺してみてね。 OK です、今ので OK だったのに今ので OK だったのでもう一回ちょっと触ってください。お、あ、ブーって言っちゃってます。今度はブーって言っちゃってます。今度はブーって言っちゃってます。ノイズが、ノイズがひどいです。今度は、喋ってください。今度はいけてる。まあ一応 OK ですかね、OK? ちょっとノイズが乗ってるけど OK ですかね。大丈夫、はいはい、電源ですか。電源電源もう今大丈夫ですか。今大丈夫。はい、じゃあ続けますか、とりあえずね。はいはい、続きましょう。いやーびっくりだわそうですね、あのここのところ結構多いですね。多い。はい、始まる前にできればチェックしていただければなと思います。びっくりしたよ、まあ、特にね、あのなんていうんですかね、この放送事故的なね、うん、のはもう、ね、昔から結構多いので、うん、セーフなのでね他とかだとアウトかもしれませんけど、うちはセーフです、はい、うちセーフなんだけど実はね、うん、あれまた切れたよ。タチラさんマイク、マイク、今度入ってる。ノイズが、それなんだろう。今度は、うん、 OK です、 OK、 それで OK です。ダメですなんか触ってる、接触が悪いんだろうな、きっと。 OK です、 OK です、接触はダメですね。今 NG です、接触だろうな、ダメです。 OK だったら OK って言います。ノイズです、どうだ、ノイズひどいです。今度はどうだ。あ、 OK です、そのままです。あ、よかったよかった。それ接触でしょ。接触だよこれはね。はい、うん、どこまで話しましたっけ。あ、なんだっけ、うちはセーフだって話ですね。あ、そうそうそう、セーフだっていう話。このボーダース TV はセーフですよ、基本的にはね、はいはい、自由な感じで、これ普通の放送とかね、
あの企業がやってるような生放送とか、テレビじゃ NG ですけど、怒られちゃう怒られちゃうでしょうけど、うちは怒りません、どこに、はい、このまま行きましょういいかな。あら、また声が聞こえませんね。なんだろう、ほんと接触ですね。あれ、ファーンって言ったけど、ファーンって何ですか。あれ、ファーンって何大丈夫かな。え、田代さん声聞こえてないっす。え、いやいや、田代さんは聞こえてない。あ、田代さんが聞こえても仕方ないんですってこっちが聞こえてないとダメなんですから田代さんのこっちの声は田代さんには届きますよ、そりゃ。田代さんの方の声がこっちに届いてないと配信では聞こえないですよ。え、接触、マイクです。あれ、壊れた。いや、わかんないですけど、ああ、またじーって言い始めた。壊れた。今何されてます。なんでそんななるの。抜いたり刺したりしてる。うん、あ、今 OK です。あ、今 OK、 うん、大丈夫です。大丈夫かな。なんですかね、接触でしょうね、完全に。まあ完全に接触でしょうね。え、今それ立花さんずっと持ちっぱなしの状態ですか、として。いや、持ってない。大丈夫、はい、じゃあこれでいきましょうか。触ってない。はい、いいですか、これね。今日は珍しいですね。びっくりしたよ。これはあれですか、霊障ですか。あのね、始まるちょっと前ね、うん、はい、ちょっと前にうちのレイ君が、うん、お部屋をぐるぐる見ながらね、うんうんうん、ちょっと追いかけてたのよ。あれ、うん、猫って見えるじゃない。うん、なんかそう言いますよね。そうで、今あのお利口に寝てるんだけど、うん、この子は多分ね、見えるタイプの子なのね。へー、他の子以上にね、うん、でずっとテーブルから横に旦那さんの道具とか置いてあるんだけど、そこの上に乗っかって、怯えてはいないんだよね、別に。なんかいるよっていうのでうろうろしてたのよ。で今日もなんか出るのかななんて思いながらちょっと見てたら、電源がねスコンって落ちるし、で見たら電源は入ってんのよ。うん、いや、びっくりしたよ、だから。なんだろう、どっか抜けてんのかと思うじゃん。うん、抜けてなかった。抜けてないのよ。何が、なんで落ちたんですか。 PC 落ちたんでしょ。そう、うん、あ、この部屋なんかあるんで。あれ、この部屋なんかあるのは全然 OK ですよ。 OK ですけど、全然あるんだけど、全然 OK なんですけど、その理由は立花さんにも分かってないってことですよね。うん、よくわかんない。なんだろう、いろんなのがいるんでよくわかんない。なんだろう、そういうこともあんのかな。うん、原因はわかんないわけですね。うん、原因はわかんない、うん、はでも霊障でいいですか、これは。まあ多分いいと思う、今おとなしく寝てくれてるし。はい、ひっくるめて今日の出来事すべて霊障ですよろしくお願いしますはい、じゃあ引き続きいきますかね。はい、さあコメント質問いきましょうか。あ、これすっごい気になるから、こっち先行っていいですか。はい、まさかどこの首塚がつい最近壊されましたが、立原さんは現地に行かれたことはありますか。え、壊されたんですか。建て替えかなんかじゃないの。あれ、そうなの。前に行った時はガラスのケースみたいなので、うん、はいはい、うん、囲まれてたんだけど、うん、壊したの。これどういうこと、誰か知ってる人いませんか。ねえ、今日いつだったっけな、今日だったっけかな、なんかまさかどこの、うん、まさかどこの何かの、うん、鎧かなんか祀ってたりするのが各地で違うんでしょ、神社さんで。うん、でなんか茨城かなんかで地震起きた時になんかそういうのがあって、震源地どこかって調べたらまさにビンゴだったとか、なんかそんな感じのね、まさかどこにまつわるツイートみたいなのをちらっと見てたんだけど、でどういうことなんだろうって思ってたんですけど、うん、どうなんすかね。工事してる、工事してる。11月21日。そうなの、今回のはでも海の中だよ、震源地。あ、そうなんですか。なんか、うん、なんだったっけな、
千葉かどっかのところが、うん、そうだったみたいなの書かれてましたよ。茨城県沖だよ。あ、そうなんですね。うん。11月21日って何ですか。11月21日って書いてる人はいるんだけど、11月21日だけじゃ分かんないな。うん、絶対に触れてはいけない。でもこう誰も誰もなんだろう、具体的な話を書いてる人がいないですね。うん、いないね。工事してるんじゃっていう。いいかな。ねえ。はい。なんだろう。あ、改修工事？再開発のための改修工事をしてる。今ね。へえ。初めて知りました。まあ、田代さんはかつて行かれたことがあるっていうことで。そう、何回か行ってるので、うん、でガラスのケースみたいなのに入れてあって、うん、でああまあ古いからね、うん、うん、あ、それなのかなと思って、改修工事してるのか。はい、うん、よろしいですかね。ね、うん、はい、じゃあ次行きましょうかね。どれ行こうかな。あ、これ次これ行こうか。茨城県の地震、立原さんのところは被害なかったですか。被害はなかったよ。大丈夫だった今回はね。はい。うん。まあ久しぶりだもんね。地震のあのピコピコ言ったのが。あ、そうなんですか。うん、でも終わった後に来たんで、うん、遅いだろお前って携帯に向かって言ったけど、うん、地鳴りがしたからびっくりした。うん、地震って何だろう、地響きっていうか直下型はガタンってくるじゃない、うん、で横揺れのやつって大きいのってやっぱりゴーっていう音が聞こえたりするんだよね。はい。で、あ、なんか地震来るかもよって言ってたら、その、なんだろう、ガタ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 ってきて、もう結構大きかったんで、長かったし、うわ、また前と一緒かもしれないとかね。だから、あと30分はみんな注意してねって言って。そしたらもうそれで終わってたから、いや、よかった。ちなみにいつでした？地震。あれ？地震って日曜日じゃなかったっけ、月曜日だっけ、日曜だか。日曜、え、そのそんな頃に地震あったんですね。2、3日前しか覚えてない。全然知らなかった。あ、うん、そうなんですね。そう、はい、うん、じゃあ次も行きますね、質問。はい。あー、すげえな、これ行きましょうか。立原さんからリスナーに質問はないですか。質問、これ後編ではやりましたよね。うん。前編なんかあります？皆さんに聞いてみたい話。あー、なんか聞いてみたいなって思うことが時々あるけど、うん、今はないかな。まあでもあれですもんね、昔とかこういうのよくやってましたけど、うん、下手したら最近立原さん自分で配信しちゃってるので、うん、自分で聞けますよね。まあほとんどはグダグダトークしかやってないんで、その時でも聞けば大丈夫でしょう。うん、うん、まあでも今ね369人ぐらい聞いてるんですよ。あらあらあら、なんか聞きたいことあります？まあ急に言われてもね。じゃあまだね時間30分ぐらいあるので、うん、もしあればちょっとなんか聞いてみてくださいね。はい、はい、じゃあ次行きましょう。うーん、あー、これ気になるのかな。心霊スポットで落ちてるものとか持ち帰ると呪われたりするのでしょうか。あんまりね現地のものは拾ってこない方がいいかなとは思う。うん、確かに確実にそうでしょうね。ねえ、うん、いわくがあるものをわざわざ拾って帰ってくるっていうのはね、
あの実験したことはね、だいぶ昔だけど、うん、一時、人面石っていうのが話題になって、はい、石がこう人の顔のように見えるタイプのものね、うん、で海に行った時にどのぐらいの大きさだったかな、手のひらサイズだからそこまで大きくはないのかな、歩いてたら本当人の顔にこうちょっと見えるような、あこれ人面石だって言って拾って帰ってきたのよ、はい、で玄関の中に入れておいて別に何もなかったのね、であ大丈夫だこういうのはまあ噂なのかなっていうので、まあ、面白くないから玄関先にポイって捨てたのね、ポイって捨ててしばらくしていろんなことがあって、人面石をふっと思い出したときに、お前人面石ならさって、こういうことしてくれよ。してくれたらば、こういうふうにしてやるよ。みたいな話をして、ちょっと八つ当たりをしたら、その後、お釜掘られて、私、背中のね、肋骨をね、ひび入ってさ、えらい目ついたことがあるんだよね。だね、持って帰ってきちゃあんまりね良くない心霊スポットだったかどうかは今ちょっと思い出せないけど、で川なんかの石もね、目のを拾いに行った時に漬物サイズのちょっと大きいいい感じの、あ本当頭一つ分ぐらいの形の石があったんで、まあこれ漬物に石にいいかななんつって拾ってきたのね。まあそこね、上流の先祖流しをする川なんだけど、まあ心霊スポットっちゃ心霊スポットだよね、言い方変えるとね。でそこから拾ってきて、で目のなんかは割って中身を確認するので、息子ちゃんと二人してちょっとこれこう割ってみようよっつって割ったんだけど、硬くて、その子やたら硬くて真っ二つにならなくって穴が開いた状態になったのね。ちょうどおでこのところにね穴が開いた形になったのよ。したら穴を開けてた息子ちゃんのそこの、 おでこのど真ん中にすごい出来物ができて、親指大のね腫れ物ができたのよ。でもちろん医者に行って切ってもらわないと海とか出せないんでね。ねえ帰ってきてから、ねえねえってもしかするとさこの石じゃないっていう話になって、そんなことはねえだろうって、でもさあなたの傷とさここの傷って同じだよって言ったら、もう川から石拾ってくるのやめようねって言って、で今庭石になってんだけど、まあ心霊スポットから物持ってくるっていうのは確かにやめた方がいい。はいいいですか。もうねそもそも論として、うん、心霊スポット行ってるのに、うん、物持ち帰るとかやばいでしょっていうのも含めてですよ、うん、はい、やめてくださいね。はい、じゃあ次行きましょう。好きな鍋料理ありますか。私豆乳の、入った豆乳鍋が好きかな。おお、うん、豆乳鍋が好きだそうです。そう、はい、じゃあ次も行きましょうか。スカールのシャツ持ってますか。あったら着ていただきたいのですが。あー持ってないな。あれ立原さんで住所を公開したんでしたっけ。あ、あるよ。スカールのシャツ着てほしいんであれば立原さんのとこ送ればいいんじゃないですか。ダメかな。いや少し考えてよいやよくないですか、こうなんか胸のところとかにドクロがタバコ吸ってるようなやつとかかっこいいと思いますけどね。ロックな感じがしてね。ロックな感じ、感じがして結構いいと思いますけどね。可愛いのをこう着てんだからいいじゃん。あ、そっかね、いきなりミッキーがスカルになってどうかってことですよねこれどうかなっていう。はい、もう猫ちゃん柄ならイヤッチほど着るよはい、ということみたいですよ。スカールは持ってないみたいです、はい、なんでスカールなんだろうな。はい、じゃあ次も行きましょうか、うん、
レイ君は見えてるようですが、タチラさんは見えてない感じですか。これさっきのやつかな、最初の話やったやつかな、うん、あ、これいるよねっていう話はしたけど、姿はちょっと見えなかったな、うん、はい、じゃあ次も行きましょう。タチラ先生こんばんは。レイを見なくなるようにするにはどうしたらよいでしょうか。レイを見たくなかったら信じないことです。はい、信じるのやめてください。はい、でも多分そんなもんいないよって。信じるのをやめたところとって見える人は見えるでしょう。あのね、うん、意識の問題なんだよね。ああ、要するに見えないようにシフトしていくってことですか。そうそうそう、気にしないようにっていう、うん、ほんほんほん、見たくないっていうのは見えてるってことだから、うん、まあいてもいなくてもどうでもいいやっていうのと、うん、そんなもんあったから何なのっていうふうに気持ちを切っていけば、だんだんね、そういう感性はいらないんだなっていうことでね、こう沈んでいくんだけど、うん、なんかね、見たくない人に限って見たくない見たくないって見えちゃう見えちゃうって騒ぐんだよね。なるほどね、うん、ってことは見えるっていうことに対して受け入れてるんだから、嫌だったら見えないもんだいないもんだって思えばいいんだよっていうのをね、口が酸っぱくなるほど言ってんだよ、梅ジュース飲みながら。はい、気にしないようにするのを心がけて、かけてみてください。あ、でもこれでもやっぱりそうですよね。例えばですけど、うん、生きてる人いるとするじゃないですか、うん、で、まあ、街中とか電車でもバスでもいいけど乗るじゃないですか、うん、そこに乗ったね、同じ電車内もしくはバスの中に乗った人のことをいつまで覚えてるかですよね、うん、普通覚えてないですよね。覚えてない、あれおばあさんいたっけなとか、そういうこともちょっと忘れるじゃないですか、日常的にね、うん、例の場合はそこにおばあさんいたら、おばあさんのことずっと思ってるんでしょうね、きっと。だろうね、おばあさんがいたおばあさんがいたみたいな感じでね、そう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 、いつまで経ってもおばあさんがいたになるわけですよね、きっとね、うんうん、でも生きてる人だったら思わないことは、うん、もし霊が見えてもあまり気にしなければ、うん、いずれはまあ気にしなくなるってことですかね。あの、言葉のマジックっていうのは引き寄せも同じことなんだけど、うん、はい、否定するか肯定するかで自分のポジションって決まってくるから、うん、はい、見たくないって言い張る人に限って見てるっていうのはそこなのよ、うん、で見たいっていう人が見えないのは見えないことを肯定してるからなのよ、うん、見たい見たいでも見えないっていうね、うん、でも見えてる人にとってはどうでもいいことよってなるとどうでもいいのよ、うんうん、それをいちいち気にしてね、見えないようにしたらいい、どうしたらいいですかみたいなことやってるから、いつまでも切ることができない。はい、どっちがいいよって、いてもいなくてもどうでもいいよって、ああいたわはんはんみたいにしてくれればだんだん下がっていくんだけどね。はい、見えないように心がけてみてください。うん、はい、じゃあ次も行きましょう。これ行こうかな。玄関に岩塩ピンクソルトを置くようにしたら良いことが起きているように感じます。主人が会社で昇格したり、なくしていた水晶が見つかりました。その水晶の保管はどのような場所が適していますか。んー、どのようなってどんなタイプの水晶なのかしら。置物だったら、まあ自分の好きなとこ置いときゃいいじゃない。うん、うん、別に指定の場所はないんで。はい、うん、好きなとこ置いてください。好きなとこ置いてください。うん、じゃあ次も行きましょうか。正門様の霊は現在も災いが起きるのでしょうか。災いは起きないよ。何回か言ってるけど、ものすごく爽やかで、すごいこうなんだろう、厳かなエネルギーを分けてくださってるんで、あの伝説めいた、そういうこう荒々しいエネルギーはないよ多分。はい、うん、いいですか。じゃあ次も行きますよ。アポカリプティックサウンド聞いたことありますか。あります。あ、なんですか、空から機械音みたいなウォーンって音が聞こえてくるんですか。そうそうそう、うん、はい、あるということみたいですよ。じゃあ次も行きましょうか。
タロットやルノルマンカード持ってます。やってると霊感磨けますか？そもそも、占い師って多分そういう感性がある人が多いんでね、磨かれる可能性は高い。はい、うん、あれですよ、見てくれてますか？ハントを見て遠隔霊視を見ると霊感を磨けるってことでやってるわけですよ。ちゃんと書いてください。何を感じたかコメントをね。夏からずっとやってるんですよ。で、霊感を磨く、霊界開発にもなるって言ってやってるので、ちゃんとハントにも書いてくださいお願いしますはい、じゃあ次も行きましょう。捨てようと思ってるぬいぐるみは持ったまま買えない方がいいでしょうか？どういうことだろうな。捨てない方がいいってことかな。いや、うち結構ボン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 今捨ててるよ。タチャラさんは捨ててるようですよ。うん、はい、捨てようと思ってるんだったら捨ててもいいんじゃないでしょうか。うん、ってことでいいですか、これは。いいと思います。はい、じゃあ次も行きましょう。先週立原さんおすすめの映画のコンスタンティンを再び見ました。立原さんの一番印象に残ったシーンと理由を教えてください。理由もあのね、うん、コンスタンティンでちょっとね面白いなって思うのがラストの方で、うん、サタンが息子を迎えに来るんだけど、サクリファイね、キアヌ・リーブスが自分の命と引き換えにその霊界にいるね女の子を助けるんだっていう時に、サタンが天国に行こうとするキアヌ・リーブスの病気の部分をガッて取って「お前は生きろ!」って言ったね、あの悔しそうな顔が好き。はい、やっぱりね、あの手の連中は騙されるんだよなと思ったら、何百年経っても変わらないんだよなこのスタンスって思うとね、可愛かった。はい、そういうことみたいですよ。はい、じゃあ次も行きましょう。やる気スイッチが入りません。立原さんはどうやってやる気スイッチをオンにしますか？私はほとんどやる気がないので、やる気スイッチなんかどこにあるんだろうなって。あ、でもね、うん、天気がいい時とか、なんかね、なんかやろうっていう時はね、エプロンしてる。おい、へえ。うん。あれ？さってとって言いながらね、エプロンするとやる気スイッチ入る。うん、あれ、今エプロンしてないので、今やる気ないわけですね。ああ、だらだらしてる。はい。まあ、立原さんはエプロンをつけるそうですよ。はい。はい、じゃあ次も行きましょうか。こっち先に行こうかな。猫ちゃんにマタタビをどのくらいの頻度で与えてますか？うちはマタタビは5ハットです。お、中毒性が高いので、うん、マタタビを覚えてしまうと、何かのたんびにこうマタタビをこう上げなきゃいけなくなるとあんま良くないらしいですので、上げないです。はい、上げないそうです。じゃあ次も行きましょうかね。立原さんには天使がついているようですが、霊感ない人でも天使をついてもらうことってできますか？できますよ。あれ、天使、いろんな動画、過去の動画も結構いろいろあるのでね、見てくださいね、うん、その手の話結構してますよ。してますよ。天使だけじゃないですよね。うん、ご眷属の話とか、はい、いろいろ守護霊の話とかもありますよね。はい、その辺の話過去の動画でしてるので、よかったら見てくださいね。うん、じゃあ次も行きましょう。たまに知らない人の助けを求めてくる声が頭に入ってきますが、それは現実なのかわからないです。立原さんはその経験ありますか？わからないことはね、知らないって言ってね、考えないことにしてる。はい、知らないと思って考えないようにしてください。いいかな、これで。じゃないと、うん、なんだろう、気持ち的に持ってかれちゃう時がある。ああ、なるほどね。うん。うん。どれが現実でどれが非現実なのかっていう境目がだんだん曖昧になってくるきっかけって、
声が聞こえてくるっていうね、別にあの統合失調症って言ってるわけじゃないよ、うん、なんとなく自分の中にあれっていう時は知らない、関係ない、考えないっていうふうにして切っていかないと本当に大変になる、うん、はい、そういうことみたいです、うん、じゃあ次も行きましょうか。ダチラさんはボイジャータロットは持っていますか？ボイジャータロットは絵が濃すぎちゃって持ってないです。へえ。はい、じゃあ次行きましょうかね、うん、骨董屋さんによく仏像とか売られていますが、買われた方は飾られてもよろしいのでしょうか？書かれますね。骨董品でしょ、うん、まあ人の趣味だからね、いいんじゃないの？はい、いいんじゃないのっていうことみたいですよ。じゃあ次行きましょうか。企業でも骨董はね、はい、あ、どれ行こうかな、これ行こうかな。植物の多いところに行ったり、大木に触ったりすると妖精が人間について守ってくれたりしますか？まあメルヘンだね、そういう気持ちで行けばきっといい出会いがあるかもしれないよ。はい、うん、メルヘンだねということみたいですよ。じゃあ次も行きましょう。どれ行こうかな、これ行こうか先に。年末ジャンボ出ましたが、立花さんは買われますか？買い方を教えてください。ああ、買うよ、やっぱり夢とロマンですからね、うん、買い方はね、いつも行ってるところ午前中行く、うん、うん、今回もねどうしようかなと思ってんだよ。連番にするかバラ買いにするか、うん、連バラにするかっていうところで、まあ、3タイプ買った方がいいかなとか思いながらね。あーでもどうしようかな、バラは楽しいんだよね、一枚一枚こう見てね。連番だとほら最初に見て分かっちゃうじゃない。あと連バラもいいよな。確かにね、どうしようかな、うん、一応いい日見ていくよ、うん、身の日と何の日だっけかな、身の日がいいのかな、蛇の日ね。だからそうだよね、もう年末ジャンボだよね。近所に買いに行くんだけど、今年はどこで買おうかな。変わったところで買ってみようかな今年は。毎週じゃないな、しょっちゅう東京にこう向かっていくとき、途中休憩するところに宝くじ売り場があるのよ。で、あんまり朝早いと空いてないんだけど、帰りだったら空いてるから、そこで買ってもいいかな。あ、いやでも行くとき買った方がいいかな。どっちだろう。なんかでも買う。あれ、なんか結論があまりよくわからない感じですけど、買うでいいですね。買う、バラで買う、はい、はい、バラで買うそうです、うん、いいですか。じゃあ次も行きましょうかね。これ先ほどのお話ですね、先ほどの人面積などに話しかけるとき、心の中で語りかけるより言葉に出して語りかける方がいいのでしょうか？例に遭遇したことはないのですが、その時が来たら立原さんのように強気で行こうと思ってますって書いてますね。あ、私は心の中で言ったよ。はい、っていうことみたいですよ、うん、一応交渉したんだけどね、すっごい荒っぽかったんで、あ、こういうことはやめといた方がいいなって感じで。はい、じゃあ次も行きましょう。伝説の巨人はいると思いますか？あ、いるでしょ。なんだっけな、だいぶ前に地球人って本当は大きかったらしいよ。だけどなんでちっちゃくなったかは分かんないけど、そもそもは地球人、まあ、地球にいる人類に一番近いのはでかかったって話は聞いたことある。はい、いいですか。だからいると思うよ。いると思うってことみたいですよ、うん、じゃあ次行きましょうかね。
人の運命は生命、ね、生年月日か、ごめんなさい、うん、人の運命は生年月日で決まっていますか。あの宿命はだいたいラインとして決まってるんだけど、運命は運ばれてくるものなので、自分が選んでいく選択によってどんどん変わっていく。だから生年月日がたとえ同じでも生まれた時間が違うとか、あと環境が違えば違う人生になっていくんでね。運命か、運命のラインはあるんだよね。でもそれがね、100% 生年月日で固定されてるかっていうとそうでもない部分もあるんじゃない。ただ傾向はこういうふうになっていく、対策はこういうふうにした方がいいっていう傾向と対策は生年月日で割り出せるんでね、多分その中には入ってると思うよ。はい、ということみたいです。じゃあ次行きましょうかね。立原さんは木刀を買ったことはありますかっていう質問ですね。木刀は買わないよ、用ないもん。木刀でしょ、うん、木刀ですね。木刀は買わないよ。この方は素振り用と護身用で3本買いましたって書いてますね。どこで買ったんだろうな、ね、うち模造刀があるから大丈夫。模造刀じゃダメじゃないですかね。ちょっと身が本物っぽいのよ。あ、まあね。で、カチャって音がして開けられるん で重さも十分あるんで、ちょっと何かあった時にはそれでね対抗できるっていうやつがね置いてある。はい、ということみたいですよ、うん、じゃあこれいきましょうか。お金と相性の良い人悪い人って何が違うと思われますか。お金が好きか嫌いかです。おお、良い人悪い人、相性がいい人ね、うん、お金と相性のいい人はお金大好き、お金と相性の悪い人はなんかお金の話をするといやらしいって感じたり、うん、なんかこうなんだろう、浅ましいとかね、ネガティブなイメージが多いんだよね。え、お金って、お金っていうことに対して、うん、例えば稼ぐとかっていう言葉が、うん、なんかあんまりいい印象じゃないとかね。うん、ね、あ、よくよく聞いてみるとね、すごい否定的なこと言うよ。うん、うん、真面目にコツコツ働いてって、それはね違うんだよっていう話をするんだけど、うん、どう相性よくこうお金に好かれるか、それはね違うんだよって話すると、そういうのはねってなんかこういやらしい考えよねとか、その方が貧しい考え方よねとか言われるもん、うん、でもそうじゃないんだよっていう、お金にはお金の黄金ルールっていうのがあって、好きになってもらうためにはねって、お金大好きって言わないといけないんだよって。はい、うん、お金大好きな方がいいみたいですよ。そう、お金大好き、お金は寂しがり屋だから集まるんだよって話すると、なわけねえじゃんって言われる。はい、うん、そういう感じみたいです。あ、じゃあ関連してこれいこうかな。お金が貯まるお財布は何色ですか。私ね、昼間のライブでもね、うん、この話出たんだけど、貯まるお財布はないのよ。なぜならば、うん、お財布にお金を貯めるものじゃないから。なるほど。そう思わない？いや、そう思わないって言われても困るな。貯めるのは銀行ですか。お財布にお金貯めるかって話よ。いや、だから貯めるのは銀行ですか。うん、銀行だし、うん、例えば私みたいに小銭貯金したら瓶にお金入れるじゃない。なるほどね、うんうん、お財布に小銭入れるかって言ったらさ、パンパンになっちゃうじゃない、うん、そうじゃなくって、上手に稼いで上手に出ていくっていうね、そのサイクルがこうすごく頻繁に活発な子たちがよく稼ぐ財布なのよ、うん、で説明したんだけど、すごい私あの自分にご褒美でブランドの高いやつを1個買ったのね、うん、だけどその子とは相性が良くなくって全く働いてくれないのよ、はい、でもう一つは
イオンでね、春財布とかって出るじゃん、春になると。で、その中で、あ、ちょっとかわいいなって言って、3000円ぐらいだったのかな。ちょっとこう、お気に入りのね、やつがあって、一周回ってきて残ってたら買おうよっていうので、一周回って帰ってきて、ああ、残ってたから、これは絶対いい出会いだから買いましょうって買ったのよ。で、それが模様はダヤン、猫の模様でね、で、白と黒と茶色い、こう、絵柄とデザインのものでね。で、その子買ってから、すごいね、面白い番号の子を集めたがるのよ。例えば、000とか999とか、222とか3並びの数字とかね、ちょっと変わった系のを集めてくれる子で、だからといってそれがその中にずっとたまるわけじゃなく、それがやってきたら別なところに保存しとくんだけど、もう一つは、エイの、それ、スティングなんとかっていうのかな。で、それをね、探して、信頼できるお店はないかってね、ネットで探して、やっと手に入れた子は、この子は、全くね、お金を動かさない子なのよ。なので、試しに、お金を入れてね、で、現金じゃなくって、まあ、現金も入れてあるんだけど、現金と、あと、口座に入れてんだけど、入れたらお金今出せない状況になってて、壊れたとかなんかじゃないんだよ。こないだ、ちょっとこう、ドルの単価がね、103円になったので、まあ、ちょっとこう、円と交換して、で、ドルが上がってから交換しようかなって、また円に戻そうかなってやって、A のお財布にその口座のカードを入れっぱなしにしてんだけど、まあね、今出しちゃうと損しちゃうかなっていう感じで、今日ちょっと上がったけどね、お金をね、絶対動かさない子なんで、そこに入れちゃうと、口座からね、お金出せなくなるっていう変わった子。で、今使っているのは2000円ぐらいのカエルの絵が描いてある子で、この子はね、よく稼ぐのよ。で、よく使う子なので、こう稼いだらどこへお金を流すかっていうところでは、頭使わないと遊びだったり生活費だったりとかに消えてしまうので、その中のごく一部だから小銭貯金に回してあるのね。お財布にお金を貯めるっていうよりは、上手に稼いで上手に使っていく、そして貯蓄をするための口座をちゃんと別に用意しておくっていう、そんな感じかな。はい、というわけで1時間あっという間に過ぎてしまいましたけども、今日の立ち並べしたりこれにて終了でございます。今日、スーパーチャット入れてくださった方々がご紹介したいと思います。 MU さん以上の方々のスーパーチャット支援で放送をお送りしました。ありがとうございます。この後22時からは、チャンネルメンバーシップミドルクラス以上の方々を対象にした後編の方を行いますので、そちらの方を会場に移動してください。23時半からは、新作の遠隔霊視、こちらの方を公開しますので、ぜひぜひそちらの方もご覧ください。はい、というわけで今日はこの辺で終了でございます。それではまた来週、さようなら。さようなら。